プラットホーム五郎駅は愛媛県大洲市五郎にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は S17。かつては内子線の分岐駅だった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。内子線が当駅に入っていた頃はこの単式ホームの他、さらに島式ホーム一面二線を有しており、合わせて二面三線だった。 今でも使われなくなった島式ホームは残っていて、構内は広い。木造の駅舎があり、かつては駅員も配置されていたが、これも内子線の廃止後撤去された。現在はホーム上に簡便な待合所が設けられているのみである。無人駅で駅近くのタバコ店で近距離乗車券のみを販売する簡易委託駅だったが、最近切符の発売を終了した模様。駅の近くには、 名の花畑があり、毎年3月頃にはこの辺りは黄色に染まることになる。辺りは、田園地帯だが、駅の西南 1km ほどの国道56号沿いには、商店なども進出してきている。伊予鉄南伊予バス右前方は、旧下り線、内湖線ホームの後この駅を開業させたのは、愛媛鉄道である。1918年の2月14日に、愛媛鉄道が、 長浜町駅から大津駅までを開通させたのに伴い、愛媛鉄道の途中駅、五郎駅としてこの駅は開業した。愛媛鉄道は1933年の10月1日に国有化となり愛媛線とされる。期間は愛媛鉄道時代から 762mm のままだったが、1935年10月、下灘駅から伊予長浜駅までの路線の開通に、 合わせて1067ミ、mm、リメートルに改められた。この時、高松駅から下灘駅まですでに伸びていた、予算本線が愛媛線を含めて伊予大須駅までが繋がったため、高松駅から伊予大須駅までが予算本線とされ、当駅も予算本線の駅となった。この日には、それまで愛媛線の一支線だった若宮信号場から、 内子駅までの路線も同じく改め木となり、内子線と、改晶、さらに五郎駅分岐とされたため、あたり駅は、予算線と内子線の乗り換え駅ともなった。1986年の3月には、向原駅から、内子駅まで及び、新谷駅から伊予大須駅の新線が開通し、内子線が短絡ルートに組み込まれた。このため、内ち線の当駅から、新谷駅までが廃止となり、この駅は、 乗り換え駅ではなくなった。この駅は、その後1987年4月には、国鉄の分割民営化により、四国旅客鉄道の駅となって、現在に至る。予算本線は1988年6月に、予算線と解消された。ありがとうございます。